この番組はご覧のスポンサーによる選手の紹介が始まっております。赤コーナーです。上下姿デビル雅美、多くのテープが飛んでおります。本当に大きく成長いたしました極悪同盟ナンバー2ブル中野であります。今日は千葉県の佐原市民体育館からお送りしております。解説はいつものようにデイリースポーツ運動部宮本久夫記者でございます。宮本さん、よろしくお願いします。まあ今日はデビルとねブル中野という大変面白いカードなんですが、デビル雅美に対してブル中野がどういうふうに1対1で戦うか、このあたりがまあ一番私たち興味の持てるところですね。本当ですね、はい、もうこのねもう弾むような体とねとにかく大きいですからね、もうパワーじゃ負けてないんですから、このまあデビルという女王をどこまで追い込むか本当に興味ありますね。はい、デビル雅美も最近は充実した体育をしておりますが、やはりデビルを圧倒するものがあります。ブル中野、まあ、ちょうどデビル軍団から極悪同盟に変わって、まあ、ダンプ松本について大きく成長したということで、ブル中野にとってそんなにデビル雅美という人はプレッシャーがないんじゃないですか。そうですね、はい、直接支持したということもないですからね。そうですよね、まあ、ある意味では気楽に当たれるわけですよね、はい、しかも最近はヌンチャクを武器にしておりまして、まあ、どの選手からも嫌がられておりますブル中野であります。今日も選手紹介でしっかりと右手にそのヌンチャクを持っておりました。さあ試合が始まりました。もう立水の余地もありません、超満員の佐原市民体育館であります。しかし今日はですねファンが比較的ねシーンと静まり返ってリング上の熱戦を守っております。さあグラウンドに入りました。攻撃を仕掛けているデビル雅美、耐えているブル中野であります。それにしてもこの人のメイキャップはもう本当にすごいですね。膝蹴りが一発、そして厳しい攻め、どうですかこのメイキャップ。いや本当にすごいですね。はい、まあ極悪同盟になってこういった派手なメイキャップがねされるようになったんですけども、新人の時はもう気が優しくって、ほとんどインタビューにも小さな蚊の鳴くような声で答えておりましたブル中野であります。したがって極悪同盟に入ってこのメイキャップというのがですねブル中野にとっては非常にその変身のためにも良かったですよね。そうですね、はい、まあこういうなんて言いますかメイキャップをしますとねなんとなくやっぱり自分が変わったようにこう割と錯覚と言いますかね、そうなんでしょうね、変わるんでしょうね。はい、まあ女子プロレスの場合はね同控え室からこのリングに上がってくるまでに自分を変えられるかというのが一つのテーマだそうだそうですけどもね、ブル中野はもう完全に自分を変えております。このあたりがこのブル中野のまあ最近のですね本当に大きく成長した一員ではなかろうかと思われます。今日は願ってもない相手であります、現在女王の座に座っておりますデビル雅美を相手にいたしまして、さあファンを納得させる、あるいはダンプ松本にですね褒められるいい試合ができるかどうかであります。まあここまでヌンチャクも出てきませんし、比較的ですね地味な試合比較といいますか静かな展開ですね。そうですね、ちょっとグラウンドが多いんですけどもね、はい、やはりブル中野がもっとね積極的になんかこう仕掛けてほしいです、ね、ぞーっと今今度の斉藤出てまいりました。ようやくコンドル斉藤が乱入してまいりました。しかし大したことはありません。しっかりとヘッドシサーズが入っております。太い足、特にこの人の関心の充実ぶりっていうのは今やもう目を見張るものがありますもんね。本当ですね、はい、太いね太ももねすごいですね。これを使いましてねヘッドシサーズ、そして今度は顔面攻撃でやります。さあようやく試合はエキサイトしてまいりました。おっとご覧ください、まあやりますね、もう全く負けておりません。そして今ロープに振りました。さあどうでしょうか、体当たりいきました、強烈なボディアタック、そしてついにヌンチャクが出てまいりました。あっとヌンチャク攻撃をどうかしますかデビル雅美。ライオネス飛鳥がねこのヌンチャクを肘に受けましてね相当試合に支障をきたしました。さあデビル雅美に対しましてもやはりヌンチャクを使い出しましたブル中野であります。寝ても覚めても近くにヌンチャクを置いております。なかなかヌンチャクさばきも鮮やかになりましたもんね。本当にねもうヌンチャクは中野のトレードマークですからね、はい
いやなかなか本当にこのさばき方が本当に上手になりますね。とにかくですね、もう起きてすぐ寝る前もですね、もう徹底的にやってるそうですから、今ヌンチャクは自分の恋人と言ってもいいでしょう、ブルー中野であります。さあバックを取りました、これはうまかった、デビルマサミであります。後ろから行きます、さあどうするかヌンチャク、おーっと頭に当たりました、後頭部にヌンチャクが炸裂いたしました。そして今度はボディに、いやこれは止まったものではありません。さあデビルマサミちょっと体を丸めております。そしてロープに振られた、またカウンター攻撃であります。ボディに入っております。やはりヌンチャク攻撃でね、何か完全に流れが変わりました、なんかもう形勢逆転しましたね。まあ、長野選手というのはダンプ松本のパートナーとしてね、はい、いわゆるもうタッグでこう成長して大きくなった選手ですよ ね、 すね、はい、だからこのシングルというのはもう一つまだあの印象に残る試合というのはあまりないんですよ ね、 ね、はい、だからこの辺りでどうやってこうまた一つ大きくダップして大きくなっていくか ね、 ね、今なんかマギロチンドロップですけども本当に強烈であります。見事に決まってカウント2でやし、いや危なかった、デビルマサミかろうじてブリッジで逃れました。それにしても迫力十分でやります。サーブの中野、完全に主導権を握った、流れを自分の方に持ってきました。そしてロープに振って、あっと今度は反撃、デビルマサミ反撃でやります。さあどうか、強烈なラリアート、貫禄のデビルマサミであります。いつまでも黙っておりません。そしてさあブレンバスターに行こうとしております、持ち上がりません、重いんですね。さあもう一回いくか、渾身の力を込めて、さあブレンバスターに持っていけるか、ブレンバスター反動をつけて、ようやくブレンバスターが入りました。しかし相手の重さに何かもうびっくりした表情のデビルマサミであります。左足がロープに伸びておりました、余裕を持って受けている感じであります。さあヌンチャク攻撃で一旦は試合を自分の流れに持ってきましたが、またデビルの反撃だ、今度は脳天食い打ちか、パイルドライバー直角に決まっております。さあホールの体勢です、カウントが入る、おっとカウント2、かろうじて逃れました、しかし今度はブル中野ちょっと動くか止まってしまいました。さあデビルがまたロープに振った、どうするか、たいやしっかりと買い上げて今トップロープに据えました。さあコーナーポストでの試合であります、おっといやあのまま行くかと思ったんですが、デビルマサミさあまた行った、そしてこのままヒップドロップでやります。上から行ってカウントが入るわ、入った、いやこれは意外でしたね宮本さん、本当に3カウント入ってしまいましたね、入ってしまいましたね、はい、何か呆然としている感じのブル中野、してやったりデビルマサミであります。ちょっとしかしブル中野としても何か今のホセトレスには文句をつけたいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、まあしかしあのコーナー際のね、まあ、駆け引きといいますかね、やはりそういうキャリア不足がやっぱりちょっとあそこで止まってしまいましたね。ホセトレスを投げ飛ばしてさっと控え室に戻りますブル中野、さすがにデビルの中に貫禄を見せた勝利でした。好きよポチ、どぎまげよねポチになりたいと春彦は思った。ポチのごちそうドリーマン、リング上人気ペアが登場しております、佐原市民体育館であります。超満員のファンの前で紹介を受ける 3AA のタッグチャンピオンチームであります。まず盾のノリオ、そういえば宮本さん山崎盾の、まあ、私たちフレッシュコンビと呼んでたんですけども、どうやらですね新しいリングネームがつくようですね。はい、まあ、新しいリングネームはですね、はい、ジャンピングボムエンジェルス、あそうですか、宙に舞う爆弾娘という、ね、なるほど、非常にふさわしいあの名前がねつきましたね。そうしますとファンの皆さんには JB エンジェルスとこういうふうに呼んでもらった方がいいかもしれませんね、はい、それが一番覚えやすいんじゃないですか、はい、そしてこれまた人気の点では絶対に負けておりません、長友小松両選手が紹介されております。まあ、この2人もですね全日本タッグ王座決定リーグ戦ではですねなかなか勝ち星には結びつかなかったんですけども、いい動きをねいいコンビネーションを見せたんじゃないですか。そうですね、はい、それなりに工夫したものは見せたんですけども ね、 そうですね、残念ながら力一歩及ばなかったですね、
やはりこの2人がですね、人気に負けない力をですね、ペアとして出していくためには、宮本さん、どういう風な試合をやったらいいっていうのをお考えですか？やはりね、まあ、コンビネーションそのものはね、いろいろ考えてるんですけどもね、はい、やはりスタンディングの技はもっと一人一人が使えるようになるんですね。そうでしょうね。スタンディング、特にスピーディーな技、これがこの2人のですね、これから決め手にならなくちゃいけないと思います。クラッシュギャルズの人気、そして実力に今や追いつき追い越すという、今日は山崎いつき、舘野典男を相手にいたしまして、長友佳菜子、小松美香両選手が挑戦いたします。まあ、そういえば宮本さん、3月にはですね、いよいよクラッシュギャルズ、それから極悪同盟のダンプ松本、ブル中野、この4人がですね、アメリカ殴り込みですね。そうですよね、はい、まあ、ヒノキ舞台であるマジソンスクエアガーデンに、ね、ついに登場しますよね。そうですね、はい。まあ、そのクラッシュの挑戦を受けてね、はい、今度は3月20日大阪城ホールで、防衛戦を行うわけですからね。なるほど、なるほど。まあ、JB エンジェルスとして、そのリングネームにふさわしいね、戦いをやってほしいですね。そうですね、今年はですね、もう本当に無限の可能性を秘めております全日本女子プロレスであります。さあ、そういった意味では長友と小松がですね、本当に人気に負けないね、一ついい味を出してもらいたいと、私としては大いに応援したい気持ちであります。まあ、とにかくこの2人のキャラクターはですね、控え室で話を聞いてましてもね、それからニンニン金棒のですね、レポートを出してもですね、確かにたくさんのファンが何か共感を覚えるような、今の現代っ子に共通した明るさ、それから何か天性のですね、面白さというか、こういうものを持ってるんですよね。そうですよね、はい、本当にね、そういうキャラクターっていうのは、まあ、ある意味で天性のものですから、ね、はいはい、非常に大事なものなんですよ ね。そして、まあ、それがですね、やはりレスリング、このマットでね、それが生きてくるような、そういう試合をね、本来やってほしいんですけどもね。面白いだけじゃしようがないんでね、はい、やはり強くなくちゃいけない、このあたりが長友そして小松の大きな今年のテーマであります。今日は長友佳菜子がですね、右の肘ですか、ちょっとサポーターを巻いてますね。右肘ちょっと痛めてるようですね。はい、まあ、この人はね、なかなか怪我が少なくってね、怪我には強い選手の一人であります。まあ、この人は体が細いだけにですね、やはり大きな怪我をしたんじゃ、もうすぐに、選手生命にも響いてくるようなね、何かピンチになりますもんね。はい、まあ、この人はハンドボールでね、本当に活躍した選手ですから、はい、まあ、体そのものは頑丈なんでしょうけどね。そうですよね、基礎体力は抜群のものを持っております、長友佳菜子であります。しかし動き一つ一つがいかにも硬いという感じがいたします。その長友とコンビを組んでおりますのが小松美香であります。さあ、チャンピオンチーム、今舘野典男から山崎に変わりました。そして山崎が容赦なく痛めている肘を攻めまくっております。やはり右腕を捉えております。長友いかにも痛そうです。容赦しませんですね、徹底的にウィークポイントを攻めております、山崎いつき。さあ、Tロックの体勢に入ろうという山崎いつきであります。完全に右腕を攻められている、苦しくなりました長友。完全に入りましたですね。そうですね、はい、これだけ攻められますとね、ちょっと手が出ないですね。辛いですね、はい、一番急所を攻められてますからね。そうなんですね。あっと、まず悲鳴を上げておりますのが長友佳菜子です。さあ、なんとか長友としては小松にタッチしたいところであります。もちろんしかし、チャンピオンチーム、そう簡単にタッチは許しません。右の腕にサポーターを巻いて登場いたしました。逆に言えばここを攻めてください、そういった標的にもなっております。あ、徹底的にやっております。腕砕きに行っておりますのが山崎樹。本当にもう集中的に狙われてますね。これたまりませんね、はい、何か見ている僕らなんかがですね、実況中継していて、お前さんの痛いって声が出そうになりますもんね。なんかもう肘がね、なんか痺れていくのがね、はい、こちらにも伝わってくるようですね。細いだけにね、はい、何か見ているファンとしてもたまらないと思います。さあ、集中的に右の腕を攻められております長友佳菜子、どう小松にタッチいたしますか。縦の後ろに落としました。おっと、回転エビ固め、反撃に転じましたが、また右手を取られてしまいました。徹底的でやります。
こういったですね、しかし相手のウイークポイントも攻めて攻めて攻めまくるっていう攻撃はどうやら山崎盾のコンビできるんですね。そうですよね、しっかり狙いを定めてね、攻めてますよね。こういった執念というのはやはり格闘技ですから大切ですよね。やはりこれはもう大切なことですよね、まあ、山崎とそれから盾のがこれからですね、やはり人気実力でやはりその前を行っているクラッシュギャルズを捉えるためには宮本さんどうしたらいいですかね。そうですよね、まあ、クラッシュそれからダンプ松本の極悪同盟、はい、まあ、これに続く第3のね、いわゆるまあ革命児としてね、出てきたわけですからね、まあ、これからっていうのは非常にこの3グループがね非常に主力を占めるでしょうけども、まあ、やはり一歩一歩ね地道にやっていくしかしょうがないんですけども、さあ今度は小松美香言っております。まあ、しかしですね、3つのグループの中で幸運にもといいますか、山崎そして立野が今チャンピオンベルトを持っているわけです ね、そうですね。それだけに風当たりが強いと思うんですよね、はい、まあ、ラッキーな面に非常に恵まれましたからね、はい、まあ、本来ならもっと叩かれて もっと苦闘のかいくぐってね、まあ、チャンピオンの栄光の座に、つくっていうはずだったんでしょうけども ね、なんかうまく転がり込んできたという面がありますけどもね、はいはい、長友そして小松、ようやく2人のコンビネーションの、まあ、特徴というんでしょうか、速い動きを見せておりまして、この辺りはなかなかの攻めっぷりであります。しかしまた盾の乗りを反撃に転じました。さあ右手を上げました、ファンにアピールしております盾の乗りをであります。そしてネックブリーカードロップ、今日は超満員のファン息を殺すようにしてリング上の熱戦を守っております。さあ今度は山崎強烈なキックであります。2発入りました。さあ小松の胸元に見事に命中しております。そして抱きつけて上から行った、カウントは入りません。髪の毛を掴んでおります。そして今度は長友が出てまいりました。誘われるように出てまいりました。長友これは空振りであります。今日は山崎そして盾のコンビ十分にですね余裕を持って相手の動きを見てますよね。そうですね、はい、さあ本部席の方で場外乱闘になりました。そして今度は山崎長友を捕まえました。依然として長友の右の腕を攻めております。徹底的に鉄柱で攻めております。こちらの方は小松そして盾野であります。ああまだやられてますね。まあ、これだけ集中して攻められますと何か長友としてもですねこれからのレスラー生活にやや響くんじゃないか、そういった心配をしたくなります。それほどやられております。場外戦でもやはり長友と小松が負けてました。いややはりねここでやっぱ奮起してほしいですね。はい、やはりもう懐に飛び込んでいってねとにかくもうがむしゃらに攻める、もうやっぱりそういう面がなかったらやっぱりちょっとダメですね。そうなんですね、はい、お人よしと言いますかね、そういった感じがややリングの試合にも出てまいります。長友そして小松でやります。さあこれだけウィークポイントを攻められてるんですから、なんとか一矢報いてもらいたいと思います。小松美香今度は盾の乗りを、まあ、人が変わってもですねこの長友に対する攻撃は全く変わっておりません。 3AA のタッグチャンピオンチーム、先ほどもちょっとご紹介いたしましたが JB エンジェルスといたしまして、また大きく今年は飛躍しようとしております。山崎そして盾野のコンビであります。後ろから羽交い締めです。盾野の乗りを力があります。攻められっぱなしという感じになりました。長友かな子頑張ってもらいたいと思います。ファンの声援があります。やはり声援はですねチャンピオンベルトを巻いている盾の山崎よりもこの長友と小松にあるんですよね。そうですね、まあ、ハンガンビーグと言いますかね、これだけやっぱやられてますからね、とにかく頑張れっていうのも一つの声援ですよね。声援コーですね。さあようやく反撃に転じました。おお長友いった。しかし山崎のキックの方がちょっと上であります。同じような技なのでね今日は負けております。そして今度は小松が捕まった。さあ山崎が行く、どうかーっと今度は小松が反撃に転じました。さあ小松もう一回であります。後ろに飛ばしてるんですけどもね、これは致命的なちょっと攻撃にはなりません。そして上から抑え込みの体勢でありますが、ほとんどカウントは入りません。一つ入っただけ。そしてさあ二人攻撃が出るか、いや逆に山崎のエビ固めであります。回転エビ固め。さあ今度は二人攻撃か、おっと後ろに落として、そしてそのままニードロップ炸裂してやります。ああ小松が捕まってしまいました。かろうじて足を伸ばしております。
叩きつけられてしまいました。そして今長友が出てまいりました。非常にタイミングがいいですね。カウンターになってキック、見事に命中しております。これはどうか、今度は長友の反撃か。さあ山崎を捕まえて、おお、二人攻撃でやります。さあどういう風にいくか、キック攻撃でやります。これはようやく山崎に命中いたしました。そしてダブル攻撃でやります。ブレンバスターが出ました。さあ山崎の髪の毛を捕まえている。そして今小松が一気に、あーっと相打ちになった。相打ちになったらどうしようもありません。さあここはチャンスだ。山崎が捕まえた。そして買い上げております。コーナーポストに据えます。小松、大きなピンチだ。一気に試合を決めようとしております。これは頭脳的でした。長友が出てまいりました。さあロープに振られて、二人でジャンピングニーパット、これは強烈です。そして立野が今度はどうか、イランロープに上がっている。一気に飛んでいきました。ラリアートであります。空中ラリアート炸裂。もう何か風前の灯火になった。長友は危ない。今度はミサイルキック炸裂であります。一方的な攻めになった。そしてどうか、ダブルアームのスープレックスが出て、そのままホールドにいった。いやー決まりました。やはり最近立野はですね、あのスープレックスを得意にしてますね。そうですよね、はい、マジアナスープレックスを覚えたからね、本当にあのスープレックスにあの研究するようになりましたね。そうですね、一方的に攻めまくりました。やはりまだ長友、そして小松は山崎立野を破るのは難しいですか。そうですね、やはりちょっと隙を見つけられなかったですね。そうですか、はい、壁厚かったですね、はい。まあ、しかしね、いよいよ充実してまいりました。今日もいい試合を見せてくれました山崎樹、立野則雄でした。まあ、しかし長友小松破れたんですけども、今年はですね、一つ何か自分の殻を破ってファンの声援に応えるいいレスリングを身につけてもらいたいと思います。今日は超満員の佐原市民体育館からお伝えいたしました。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの市民体育館、ゴングが打ち鳴らされております。今日は千葉県佐原市民体育館からお伝えいたします。全日本女子プロレス、解説はデイリースポーツ運動部の宮本沙央さんでございます。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メインイベント、ライオネス飛鳥小倉由美長堀和也対ダンプ松本コンドル斉藤そして仲間へ恵みでありますが、宮本さん、これはダンプ松本でしょうか。そうですよね、何か鎧兜に身を固めたね、幻の者といいますか、何かこう異様な姿ですね。すごいですね、はい、いやしかしね、ダンプ松本の替え玉ってこともね、あるいは考えておかなくてはいけないかも分かりませんが、今あの表情がねアップで出てました。おそらくダンプ松本と思われます。まあしかしこの人はいろんなことを考えて登場してまいります。ご覧のように鎧兜に身を固めまして、ダンプ松本佐原市民体育館リング上に身を出してあります。さあ
今クラッシュのテーマが高々と鳴り響いております。ライオネスアスカ、なんかも呆れ返ったという感じ。そしてしっかりと後ろにはようやくですね、まあ、あの右膝の故障もね、順調に開口に向かっております。長与千草がついております。今日はおそらく長与千草セコンドにつくものと思われます。さあ隙を見まして、今さっと赤コーナーに入ってまいりました。それにいたしましても異様な雰囲気であります。さあこれから氏家リングアナウンサー6人の選手を紹介いたします。赤コーナー先頭天狗チェンピオンチームヘビー級コハンド長谷川和也。ジャガー横田の引退試合がありました川崎市体育館で念願の全日本のタッグチャンピオンのベルトを取りました長堀和也。そして小倉優であります。本当にこの2人嬉し泣きしておりました。そして赤コーナーのリーダーですライオネスアスカ、今日はセコンドに長与千草もついてくれます。さあ極悪コーナーです。例によってまだ晒しが見えております。仲間へ恵み、コンドル斉藤、今日はまあ決勝で顔を合わせたね、やはり小倉由美長堀和江が赤コーナーですから、コンドル斉藤としても黙っちゃいられませんですね。本当にね、今日はもう何かの仕返しをしないと、ね、はい、気が収まらないですね。そして極悪同盟のドンダンプ松本が今日はコンドル斉藤についてくれております。レフリーがホセトレスです。それにしても異様な雰囲気が充満しております佐原市民体育館。ああやはりダンプ松本でした。その青コーナーを呆れたという表情で見ております。何かあのライオネスアスカ選手もですね、あまりのダンプ松本のですね入れたちにあのニヤッとね笑いが漏れそうな表情をしてましたよ。そうですね、ちょっとドギモを抜かれたと言いますかね、はい、咳ながらねやっぱりあの非常に凝った衣装にね、そうなんですよね、ちょっとあの参ったなという感じでしたね、はい。そしていきなりご覧のように場外戦であります。もう6人の選手が場外に降りております。いやーやはり当然予想されました今日のこの試合であります。60分3本勝負6人タッグマッチ、そしてダンプが早くも長与千草に襲いかかりました。さあいやしかし長与もね今日はセコンドなんですけども、カットくるとこの人何をするか分かりませんから、あーっと場外でクラッシュギャルズね相打つという形になりました。いやー長与千草にはせっかくあの右の膝順調に開口に向かってるんで無理をしてもらいたくありませんですね。そうですよね、はい、あの乱闘に巻き込まれますとね、やはり右膝あの何が起こるか分かりませんから ね、 そうなんですね。特にクラッシュギャルズは、まあ、あのダンプ松本ブルナカのともにですねアメリカ殴り込みが控えておりますね。そういった意味でもう長与千草としては今度膝を痛めたらもうこれ致命的になりますので、はい、そうですね、今一番大切なところですよね、はい。まあ、ニューヨーク遠征でね、はい、あの復活するわけですけども本当に大事にしてほしいですね。十分に今日は自重してもらいたいと思います。しかし逆にダンプ松本はですね、何かあのクラッシュギャルズ特に長与千草をね引こうというようなタンコンがね見えますよ今日は。そうですね、はい、ちょっと誘い込んでやろうかというね、もう乗っちゃいけませんですね、はい、最初のあの場外戦でもねそういうあの意図が見られますね。また長与千草という人はねカットしてすぐに入っていっちゃうタイプですからね、このあたりは本当にまあ放送席としてもね十分に注意して守りたいところであります。さあライオネスアスカトップロープからやはり仲間へ恵みのウィークポイントを攻めております。まあ、今日はちょっと仲間へ恵みが青コーナーにとってはお荷物になるかも分かりませんですね、やっぱりちょっとこの負傷が痛いですね、はい。さあどうかーっと綺麗にキック、何か顎に入っておりました。そして抑え込みの体勢に入りましたライオネスアスカであります。メインイベンターとして最終試合に登場してまいりました仲間へ恵みであります。そして今度は赤コーナーは長堀和江に変わっております。さあ長堀がどうするか、ドロップキックから今度はボディースラムであります。そして上から抑え込みに入ったが今度の斉藤出てまいりました。今度の斉藤もちろんノータッチで出てまいりました。ああまた何かねブル中野の姿も見えております。リングサイドは何かもうね
極悪同盟全員総出という感じであります。無理もありません。ダンプ松本が登場しております。今日のメインイベント、さあダンプが長織を捕まえている。あー来いというダンプ。そしてライオネスアスカ出てまいりました。アスカとダンプの対戦で、あーっとキックが入った。このなかなかすばしっこいですね。そうですよね、はい、手をつにするのかと思いますからね。すごくキックが出ましたね。そうなんですよね。あーっとダンプ松本、例によってラップファイト、貫禄十分、迫力十分であります。まあ今日はどちらかというとここまでシーンと静まり返っていたような感じの佐原市民体育館でありますが、さすがにダンプ松本の登場で沸きに沸いております。そして市内であります。さあ長堀が、ああしかしすぐに今度の斉藤出てまいりました。ちょっとあの右の肘あたりにサポーターを巻いてますけども、これもブル中野の2着攻撃でライオネスアスカ射止めてるんですよね、はい、今もあの市内が容赦なく飛んでますね、はいはい、そして今長代千草、何か自分ももう戦線に参加したい、そういった表情でリング上を見つめております。さあ今日もまたダンプ松本の市内がリング上に持ち出されました。まあおそらく今日も市内だけではないでしょう。いろんな競技が登場してくるものと思われます。アスカコールが巻き起こります。長代鎮佐も気が気じゃありません。先ほどはちょっとですね安倍四郎の姿も見えておりました。極悪同盟総出、ああまた今ちょっと長与千草にね、はい、安倍四郎と、そして大山カメラマンに、この辺り安倍四郎の動きにも十分注意が必要であります。さあしかしライオネスアスカちょっと集中的な攻撃を受けております。ああダンプ松本、そして今度の斉藤、やはりね意地そして手を狙われております。ブル中に痛めつけられましたライオネスアスカ、右の肘どうなんでしょうか。あっともう自分でも気が気じゃありません。長与千草今にも中に入りそうな勢いであります。やられてますね。集中的に攻撃を受けておりますライオネスアスカ、まああの極悪の方としてはライオネスアスカを痛めつけておけば大丈夫だという計算があるんでしょう。そうですね、やはり、はい、あのアスカの動きを封じておきましたらね、はい、もうあとはもう小倉長堀ならね、もう一発で仕留めてやるという自信があるでしょうからね、はい、そしてですね、なんと本部席のマイクロフォンをね出してしまいました。これはコードがついてましてね、このコードを使って何か首を絞めようという作戦なんでしょうか。ついに長与千草入ってまいりましたが、今選手に引き止められております。長与千草は決して無理ができません。さあ本部席のマイクロフォンがやっと返されたようであります。さあ今度は今度の斉藤に対しましてライオネスアスカ、さあしっかりと今高々とブレンバスターの体勢に持っていきました。これは綺麗に決まっております。そしてどうするか、長堀が出てまいりました。あっと小倉由美であります。小倉由美ジャンピングニーパット、小倉由美のは独特であります。ニーアタックという感じであります。もう一発いった、綺麗に胸元のあたりに炸裂しております。しかししなやかです。スルリと抜けました。今度の斉藤です。さあ今度の斉藤がコーナーに持ってまいりました。長堀和江の髪の毛を後ろからしっかりとダンプ松本が捕まえておりました。またロープに飛ばされた、綺麗に入りました。今度の斉藤、いやー今度の斉藤という人は本当にあの攻撃の一つ一つスピードがついてまいりました。そして温帯ダンプ松本の登場だ。おっとヘビーアタック、思わずお腹を抑えました。長堀ちょっと危ないですね。本当ですね、はい、こういう1対1になってしまいましたからね。そしてラリアート炸裂、上から100キロがいった。カウント3つ、あっという間、どうしようもありません。いやダンプが決めようと思ってきた時は本当に宮本さん迫力ありますね。本当ですね、はい、最後の一発ね、本当にうまい駆け引きでしたね。そうですね、はい、まず見事に青コーナーダンプ松本一本を先取しました。女子プロレスは千葉県佐原市民体育館超満員のお客様を集めて行われておりますメインイベントです。60分3本勝負、ライオネスアスカ小倉由美長織和也対ダンプ松本コンドル斉藤仲間へ恵み、一本を取りましたダンプ松本青コーナー。さあこうなったらコーナーは何としても一本を返しておきたいところであります。長堀和江が言ってます。あどうですかこのダンプ松本の肉々しい表情。
全く通じませんか。そうですね。ああもう逆にあのドロップキックやられましたね。しかもあのダンプ松本のドロップキックが意外なスピードがあるんですよね。なかなかねやっぱり器用なんですねこの人は。体が大きいだけではありません。スピーディーな攻撃も身につけておりますダンプ松本。いや長堀ではどうしようもありません。長堀、そして今右足を取った。ようやくダンプ松本の背中がマットにつきました。しかし余裕を持っております。あくまでも余裕を持っておりますダンプ松本。今度はボディシダーズなんでしょうけども、どうですか宮本さん。もう十分に足が回ってないですよね。そうなんですね、はい、これでは効いておりません。逆にダンプ松本の攻撃を受けております。長堀和也からかわれてますね。そしてあギルチンドロップ、今度は斉藤が、そして仲間へ恵みがボディスターズをかけて何か自分が攻撃を受けるような形になってますね。そうですね、まあ、ブルー中野まで出てまいりました、ね、マットの中央でやりたい放題というダンプ松本。ちょっと苦しくなりました長堀。ここはなんとかタッチに逃れたいところであります。そして小倉由美が出てきました。小倉由美回転蹴りが止めはどうでしょうか。ポジションが悪かった。いやブリッジどうか。上にいるのは100キロダンプ松本。おっとその100キロが一気に行きました。そしてカウントが逆に入ってしまいました。ダンプ松本独壇場という感じ。佐原市民体育館脇に湧いております。体は小さいんですが力では負けておりません小倉由美なんですけども、やはりダンプの前では子供扱い。今ようやくそのダンプからコンドル斉藤にタッチでやります。ここはチャンスですよ。ああ一体気に入った。さあ小倉由美の反撃が開始されました。やはり宮本さん赤コーナーとしてはですね、もう青コーナーのダンプ松本をマット内に入れずに一つ一本を返しておきたいですよね。そうですね、はい、やはり斉藤仲間をね、狙うのはやっぱりここで対立しておきたいですから ね、 そうですよね、はい、ここは大きなチャンスであります。一本を先取されております。さあ2人攻撃ツープラトンになりました。小倉由美が行きました。下になっているのがコンドル斉藤であります。そして今度は全日本タッグ王座見事につきました。2人攻撃気合いもろとも叩きつけて、さあどうするんでしょうか。1回転でやります。カウントが入りますがこれは十分な体勢ではありません。カウント2でした。さあなんとかコンドル斉藤あたりから1本を取っておきたいところ。コンドル斉藤の反撃はどうか。あっと今度はコンドル斉藤のキック攻撃であります。長堀和恵か、いや小倉由美、小倉由美が捕まっている。そして強烈しなやかなドロップキック、カウンターになって入りました。さあ小倉由美の動きがちょっと止まっている。そして今度は仲間へ恵みが出てまいりました。この辺りがチャンスだと思うんですけども、どうも思うように攻めることができません小倉由美。さあまたショルダーアタックを受けました。そして長堀の登場であります。このソバットは綺麗でした。よく入りました。さあまた小倉と長堀力を合わせるか、どうするか。ロープに振りました。そして見事なキックでやります。さあここはチャンスを迎えました赤コーナー。さあ2人攻撃だ、2人、おっとしかし相打ちになりました。小倉由美、さあ逆さ押さえ込みの体勢に入る。カウントが3であります。見事に決まりました。一瞬の隙をねうまく捕まえました小倉由美。最後はコーナーで逆さ押さえ込みでやります。これで1本1本でやります。宮本さん、はい、全日本のタッグチャンピオンチームとしてはやはりあの決め技ってことになりますとあのキックですか。あのキックが非常に有効ですね、はい、あの2人のこう連携したあのキック攻撃、これが売り物になりますね。なるほど、はい、今日はソバットがタイミングよく実にピシッと決まっておりました。さあ1本1本から決勝の3本目開始されました。早くもキック攻撃を見せております小倉由美であります。お仲間へ恵みを今場外に追っていきました。また場外戦でしょうか。しかし場外戦というのはやはり極悪側が有利であります。ライオネス飛鳥は場内に残っております。そしてこれに襲いかろうというコンドル斉藤。さあダンプ松本が言っております。ダンプ松本が今捕まえているのはなんと長与千草だ。セコンドについている長与千草、今場内に
引きずり入れられました。これは大変なことになりそうであります。身を挺してかばっておりますライオネスアスカ。いやー、長与千草は中に入らない方がいいと思いますね。ファンの人たちも心配で仕方がありません。アスカがね、右膝を抱えるようにしてね、ブロックしてますけどもね。1月22日にですね、手術を受けたばかりですからね。はい、そうですね。はい、まあ、普通の人に比べれば驚異的な回復でありますが、しかしまだ長与千草足を引きずって歩いております。さあ今度は場外で、ああ長与千草強気攻撃でやります。竹刀を持って強気攻撃。この人も一旦もう試合会場に来ますとね、黙っていられません、引っ込んでいられません。こういったしかし長与千草の強気の性格化、現在の長与のレスリングを作っているわけであります。さあリング上、ライオネスアスカに対して2人攻撃。極悪同盟のナンバー3とナンバー4でありますが、1人で十分だ。貫禄のキックを返しましたのがライオネスアスカ。さあどうか、死闘が入った。これも綺麗です。さあ一本一本から決勝の3本目に入っております。目が離せなくなりました。聖剣リッパー、これも綺麗に入りました。ライオネスアスカ大奮闘でやります。全日本タッグチャンピオンチームの2人を従えましての今日のライオネスアスカ、そしてダンプ松本登場してまいりました。やはり2人を狙いたいライオネスアスカなんですけども、しかし2人を相手にしていたんじゃつまらないというんで、また自らですねダンプ松本を呼び込みました。やっぱりねここはリーダーのね対象決戦でちょっと力強いところを見せてほしいですね、はい、見せ場を作ってくれましたライオネスアスカ。もちろんライオネスアスカの挑戦に応じましたダンプ松本であります。今日の最高の見どころがやってまいりました。手押しの体勢です。しかしこうしてますとなかなかライオネスアスカ力があります。おっとヘッドバットから、さあ今度はおっとブレンバスターに持っていこうとしております。長与千草が自分でやっているような感じ。しかし上がりませんですね。反動をつけて、さあどうするか。ライオネスアスカ上がるか、上がった上がりました。100キロが上がりました。さすがライオネスピエ、やります、やりました。大したもんですよね。いやすごいですね。やっぱりね、ただ持ち上がりたくなくてね、はい、タイミングが非常に難しいですからね。しかしこういったラリアートの返しがあります。泣く子も黙るダンプ松本の強烈ラリアート、そしてこういう感が出てまいりました。いや強気攻撃の今何かきっかけを与えてしまいましたライオネスアスカ。なるほどね。最近のダンプ松本はですね、ラリオと攻撃で相手をマットに進めておいてゆっくりとこういった狂気を持ち出すんですね。これは強烈だ。また長与千草が入ってまいりました。もう入ってきちゃいけないんですけども、やはりたまりません。入ってまいりました。いやほとんどの選手が今もうリング上総出という感じであります。騒然としてまいりました。おっとすごい勢いです。もうねペシャンコになっております。こういうか今度は長与千草がね一人で強気攻撃でやります。いやそしてライオネスアスカがこれは相当に効いている感じ。ダンプ松本を怒りました。ダンプが怒った。さあライオネスアスカを捕まえてロープに振ってまたラリアート、強烈無知でやります。そして今今度の斉藤にタッチ。さあここは赤コーナーチャンスですが三日月練りが入った。そしてキックの返し、お互いにキックを教えてやります。さあライオネスアスカようやく今度の斉藤を捕まえて、今長堀が飛んでおります。長堀が飛んだ。さあもう一回今度は小倉が飛んでおります。鮮やか赤コーナーの連携プレー、最後はライオネスアスカ強烈なキック、ミサイルキックが飛んでカウントが入ります。カウント3つ鮮やかでした。最後3人攻撃は誠に見事、コンビネーション宮本さんバッチリでしたね。本当にね3つのコーナーポストを利用したね、はい、三段攻撃にはやっぱりちょっと今度ももう仕方がなかったですね。そうですね。そして今ライオネスアスカね、まあセコンドとして時々試合のに乱入いたしました長与千草の手はありましたよ。まあいずれクラッシュギャルズ復活には近いものと思われます。今日は鮮やかでした赤コーナー。しかしダンプ松本ご覧のように収まりません。宮本さん、はい、ダンプ松本ブルナカノ、そしてクラッシュギャルズ、いよいよアメリカに乗り込んでね、向こうで、試合をやるということになってるわけなんですけども、細かいカードなんかはですねまだわからないんですけども、果たして極悪同盟が日本でやると同じように暴れることができるか、そして復
活なったクラッシュギャルズがどういった試合をするか、これは楽しみですね。本当ですね、はい。まあ、ニューヨークをね、はい、本当にエキサイトさせね、やっぱり日本のリングの実力を証明するような本当に素晴らしい試合をしてほしいっていうのはもう私の願いですけどもね。マジソンスケアガーデンといえばね、本当に世界のヒノキ舞台ですから、やはり日本女子プロレスね、頑張ってもらいたいですね。はい、もうレスラーの夢ですからね、はい。今改めてよく戦った若い2人、長堀和恵そして小倉由美の手を挙げましたライオネス飛鳥であります。今もアメリカのプロモーターはですね、日本の女子プロレスに大いに注目しているそうですね。そうですね、はい。まあ、視察に訪れることがありますけども、まあ、このエキサイトぶり本当にすごいというのも絶賛してましたね。そうですか。近々またニューヨークでのですね、クラッシュギャルズそしてダンプ松本ブル中野の暴れっぷりをですね、皆様にお伝えしたいと思います。今日はこの辺りでお別れいたします。宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。